効果のためって言葉で何でもごまかすのはやめろ。消費者に対してもパックスデザインは見た目のために質や着心地を犠牲にしたというつもりか？さっき提出してきたデザイン画もしかり、使用する素材についてもしかり、今回のペリファッションウィークがパックスデザインにとってどれだけ重要なのか本当に分かってるのか？ああ、連日の残業でみんな疲れてるんだろう。俺も同じだから気持ちはわかる。だが、見た目にばかり意識を向け、品質や着心地を犠牲にした商品を世に出すなど、あってはならないことだ。パックスグループは、何事に対しても理念を通す。それは今回も例外ではない。わかったか？はあ、せっかくあんたが休みだってのに、まともに一緒にいられないなんてね。一緒に映画を見るって約束したのに、ごめんね。ねえ、お姉さんには欠点ってないの？性格はいいし、手もこんなに柔らかくて気持ちいいし。ほんと、彼らもこのくらい触り心地のいい生地を選んでくれたらいいのに。さっきも聞こえてたと思うけど、子会社のパックスデザインがついにペリーファッションウィークの参加資格を得たんだ。取締役会の方も自社ブランドを世界に広げるまたとない機会だって今回の賞をすごく重要視しててさ。なのに今上がってるデザイン画にはまるで魅力を感じないし、さらには深刻な問題まで出てきて。時間があまり残ってないってのに、新製品の柔軟性が一向にクリアできないんだ。研究と改良を重ねてはいるけど、試着してくれたモデルの中にはアレルギー症状を引き起こした人までいて。あ、やめやめ、この話はここまで。この件にはうんざりしてるし、あんたにも心配かけたくないしね。ごめん、もし力になりたいって言うなら、一個だけお願いがあるんだけど。もう済んだよ。やっぱり
俺にとってはこれが一番の助けになるね。俺は大真面目だよ。というか、真面目さが足りないのはあんたの方じゃない？あんたの言う洋服店って本当にこの通りの奥にあるの？なんていうの？ソネット、14行詞のソネットか。もしかして店主がシェイクスピアの本を愛読してるとか？服のデザインも仕立ても全部自分でやってるのに、こんな偏僻な場所に店を構えてるなんてね。利益は気にしてないってことか。しかもこんな遅い時間まで営業してるし、よっぽど服作りが大好きな人なんだな。それこそミケランジェロみたいな独特な性格の持ち主だったりして。どうやら着いたみたいだね。ソネット洋服店。いらっしゃい。ソネット洋服店へようこそ。ご自由に見ていってください。確かに、これなら抱えてる問題も解決しそうだ。
すみません、ちょっと伺いたいのですが。いらっしゃい。ソネット洋服店へようこそ。ご自由に見ていってください。このドレスのデザインだけど、ソネットの何番をモチーフにしてるかわかる？このドレスのデザインだけど、ソネットの何番をモチーフにしてるかわかる？上半身は炎のような赤色で、裾に近づくにつれて徐々に金色に変わっていく。他にも裾には細かいダイヤがあしらわれた細糸のアクセントが走ってて、全体の造形に余韻を持たせている。全てが燃えるように輝く中で、それらは徐々に穏やかになり、いずれは等しく無に帰す。このドレスのデザインはソネット集の7番から来てるんだ。ただ、このドレスに関してはもっとうまく作れると思うよ。太陽が東から西に流れていくようなイメージを取り入れたのは確かに巧妙でいい発想だけど、こういうやり方じゃ死に隠れた真の主役、つまり人間と永遠というテーマを見落とすことになるんだ。美しいことに変わりはないけど、結局は表層的な表現になっちゃうんだよね。これでだいぶ良くなったな。真の永遠とは永遠に燃え盛る炎のことだったか。ソネット集の116番をモチーフにした服をデザインしたいんだが、俺が愛を理解できてないせいなのか、何の構想も浮かんでこないんだ。君ならわかるか、愛が何たるかを。
どうも、はじめまして。泉圭と申します。こちらが名刺です。今夜こちらに伺った目的は。俺は鳴沢俊介だ。それでこれについて何か思うことはないか。愛とは何だと思う。鳴沢さん、私は専門家ではなく、あなたの扱う記事を買いに来た客に過ぎません。噂はかねがね伺ってましたが、実際に触ってみて確信しました。どうやらあなたは素晴らしい才能をお持ちのようだ。どうかこの私にチャンスをいただけませんか。こちらの提案と誠意にご納得いただけるようでしたら。そうか、アイデアはないんだな。鳴沢さん、あのご主人。まあ今日はもう遅いし、どうにもなりそうにないから、ひとまず帰るとしようか。なんとかなるって、心配いらないよ。愛とは何だと思う？愛とは何だと思う？愛とは何だ？愛とは一体何なんだ？
動くな。動くなと言ったんだ。見つけた。ああ、ごめん、起こしちゃった？本当、あんたの前ではどんなことも隠しておけないね。まだ何も言ってないのに、俺が考えてたことが分かっちゃうなんてさ。それで、愛ってなんだろうな。こんなに抽象的なイメージをどう服のデザインに落とし込めばいいんだか。真の心と心が結ばれるにあたり、いかなる邪魔立ても許しはしない。環境に依存し、相手に依存する、
そんなものは愛とは呼べない。なら愛とは。あんたからの視線は嬉しいけど、あんまり長く見つめられるとさすがの俺でも恥ずかしいかな。そうだよ。ついでにあんたの分の契約書にもサインしといたから。つまり俺たちは今この店の契約社員ってことになるね。分かった分かった、冗談はやめにしよう。昨日は俺のせいであんまり眠れなかったでしょ。今朝起こさないで行ったのはそれが理由だよ。まあね、昨夜も話してたけど、彼は名声や利益に興味がなく、服を作ることだけを考えてる。だから、あんたが言ってた方法で近づいて、どうすれば生地をパックスに売ってくれるかと聞いた結果、彼に賭けを持ちかけられたんだ。もし俺が時間内にソネット集116番をモチーフにした服をデザインし、かつ仕立てることができたら、鳴沢さんは生地の取引に応じるだけじゃなく、パックスデザインの専属デザイナーになってくれるってさ。
俺を信じてくれないの？俺たちが一緒にいればきっと愛をテーマにしたこのドレスを作れると思うんだ。どうすれば愛とは何かを表現できるんだ。だって本当にわからないんだもん。確かに。これ折れる？なるほどね。これは授業料だよ。先生、他にもいろいろ教えてくれない？俺も手と目の協調性ってやつを鍛えたいからさ。もちろん、あんた一人に苦労はさせないよ。なんたって、俺たちは二人で一つだからね。それじゃ、今から何を折る？
え、折り紙だよね。三角形の紙切れをこんなにたくさん作ってどうするの？今まで知らなかったけど、折り紙にもいろんなコツがあるんだね。平面だった三角形が組み合わさることで別の形になる。まるで。そうか、わかった。このドレスはそうやってデザインすればいいのか。一体何を話したらあそこまでのインスピレーションを得られるんだ？できた！どうして店主さんの自由にさせてるのさ。
逃げたよ。今日例のドレスが完成するだろう。だからパックスの広報部から社長自らがデザインした服という宣材を作りたいって連絡があったんだ。で、簡単な撮影があるってことを店主さんに伝えたらこうなった。どうせもう客も来ないだろうから任せる。だってさ、それなんだけど、このビデオにはあんたにも出演してもらいたいんだよね。せっかくドレスを披露するなら、モデルさんに着てもらわないとでしょ。講師どちらの視点で考えても、俺はあんた以上の適任者はいないと思ってる。会社的なことを言うなら、あんたは身内だからモデルの出演料も節約できるからね。もちろん市の方がずっと大きいけどさ。あんただけがこのドレスの着用者であってほしいんだよ。悪いけど、一回靴を脱いでもらえる？ドレスの雰囲気と合ってないみたいだからさ。じゃあこっち来て、鏡で確認しよう。裸足だと変な気分だよね。よし、こうしよう。俺の足を踏んでていいよ。あんたをこのまま連れていくからさ。大丈夫だよ。それにあんたも自分のドレス姿が気になるでしょ。俺が見せてあげる。このドレスがどうして愛とは何かの答えになるのか不思議に思わなかった？
折り紙を通じてあんたが与えてくれた一つ目のアイデアだよ。うん、言ってたでしょ。折り紙はいろんな形になるけど、最初の方の折り方は似ていることが多いって。だからこのドレスも、あの時のあんたが見せてくれたように、服をバラの花に変えられるようにしたんだ。もちろん、これはとある神話の話だけど、太古の昔、人間の体は球体で、頭の前後に一つずつ顔があったんだ。でも強すぎたせいで、神にまで逆らうようになって、激怒した創造主に顔を一つにされてしまった。それ以来、人間は一生をかけ、己を完璧な存在にするために、半身を探し続けてる。悩んでる時に、なんとなく今の話を思い出してさ。で、その半身の正体が、愛なんじゃないかって。あんたは最初から答えを教えてくれてたのに、表層的なことにこだわりすぎて見逃してた。遅すぎるけど、一緒にくす玉を作っていた時、ようやくそれに気づくことができた。何度も何度も辛抱強く、愛とは二人が一緒にいることそのものだって言動で教えてくれてたんだよな。それで三つ目は、大丈夫だから、動かないでくれる？体勢でも動けるなんて、このドレスの着心地は悪くなさそうだね。どうして逃げようとするの？残念だけどさせないよ。まだあんたに合わせたドレスの調整が済んでないからね。だいぶ合ってきたね。どこか気になるところとかある？上の方のレースとか、裾の金と銀の糸とか。やっちゃったね、お姉さん。この責任、どう取ってくれるのかな？
それなら心配しなくていいよ。ちょうど気が変わったから。やっぱりあんたのこのドレス姿は誰にも見せたくない。そうだ、まだ三つ目のことを話してなかったね。俺を完璧な人間にしてくれた人と、アイデアを与えてくれた人と、愛が何かを教えてくれた人が、全部あんただってことだよ。愛の見た目がどんなに美しく華やかに彩られていようと、あんたがこのドレスを身にまとった時、それは愛になる。あんたがその人である限り、俺の知る愛は成立し続ける。愛してる。サプライズ。あんたがこんなに情熱的だとは思わなかったよ。シャワーを浴びておいてよかった。バカだな。事前に録画してもらって、一番早い飛行機で帰ってきたんだよ。俺が恋しくなかったの？あれからどれだけ会えてないと思ってるのさ。俺なんて。
動くな。言ったはずだ。動くなと。やっと見つけた。何？どういうこと？なんで俺が床に？あんたも真っ赤だし。俺？なんかしたの？もしかして寝てるうちに寝ぼけて行動してたとか？教えてよ、さっきの俺は何をしたのさ。あんたの顔本当に赤いよ。言えないなら行動でもいいからさ、もう一度再現して俺に思い出させてくれない？答えてくれないなら俺の直感と本能に頼るしかないかな。今度はもう服のことも気にしなくて良さそうだしね。あんたが見つかってよかった。本当に。泉さん、ファッション業界ではすでに今回の作品のテーマについて憶測が飛び交っているようですが、パックス側に何か声明の準備はございますか？どうしてもそれを知りたいなら、私が見たものと同じ夢を見て、私と同じ体験をするしかないでしょうね。深い霧の中で光を探し、欠けているものの中から完璧を追い求める。申し訳ありませんが、インタビューはここまでにしましょう。私はこれからデートの約束があるので。もしもし、休暇はどうだった？ならよかった。俺？前に話した通り、ずっと服を作ってるよ。約束したドレスは全部俺の手縫いだから、一針一針に愛情がこもってると思うよ。このまま続けてたら、あんたのタンスは俺の作品で埋まるだろうね。笑っているが、本当は期待してるんじゃないのか？その目を見ればわかるぞ。おい、笑うな。
わかった。やめるよ。俺には合わないしね。そもそも。真面目な話、ここ数日の間恋しくなかった？俺の方はあんたがいなくて何もやる気にならなかったよ。認めるよ。前に来ちゃダメって言ったのはサプライズがしたかったからで。今は間違いだったと思ってる。あんたがいないだけで全然集中できないんだ。え？じゃあ会いに来てくれるって？ダメじゃないけど、ただ今回は鳴沢さんがいないから作業場がかなり、いや、ほんの少しだから、なるべくゆっくり来て。片付ける時間が欲しいからさ。え？一緒に片付けるから待ってて。それはもちろん嬉しいよ、お姉さん。早く来てくれないと俺一人じゃ無理だからね。わかったよ。一旦冗談はおしまい。後でね。